結婚記念日忘れて揉めてるみたいな話聞くじゃないですか。うんうん、同じ日にすればそれはない。確かに。ちなみにこの記念日にすごいこだわった語り方してますけど、はい、この人私の誕生日よく忘れるんです。増やしてない分に忘れてるじゃないですか。増やして。1回でするんですよ、怒られるのが。半分ですよ、怒られる回数が。記念日と誕生日、ね。怒ってもいないんですよ。忘れちゃうんですか？興味がない。誕生日に？いや、その僕、その、あの、クリスマスとか、うん、そのなんかあの、記念イベントがあんま興味ないんですよ。おー。日付のなんたらみたいなのが。だから自分の誕生日も興味ない。おー、ゆかさんは大事にしたい派。昔はそうだったけど、最近はそこまででもないか。いや、だってもうあまりにも忘れすぎるから、うん、その、一人大事にしてるとちょっと悲しくなっちゃうじゃないですか。確かに。確かに。でもなんかそこら辺はずっとひろゆきさんっぽいな。うん、ちゃんとお祝いします？でも結構子供の誕生日とか、うん、念入りにリマインドしないと忘れそうになるから。すげえ、こっち側のくせに。はい、すいません。完全に今検察ぶってましたけど、私も容疑者の人に。あさって誕生日だからね。そう、忘れちゃうんですよ。すぐ忘れちゃうんですよ。子供のはまあ言うじゃないですか。自分の誕生日も言うんですか？あさって自分の誕生日だよね。それ忘れないよね。でもうちも一緒なんですよ。入籍日と。誕生日一緒の妻の誕生日が入籍一緒同じパターン検察部って思ったら私もそうなんですよ同じですよね同じのが楽ですよね同じのが楽ですよねそう忘れないでしょ私でもあでうん誕生日は忘れないけど結婚記念日は忘れてえ同じ日なのそんなことない忘れたことないと思いますよ私忘れてましたなんか誕生日は祝われるけど、うん、なんかこうお互いの結婚記念日だねみたいなのはあんま会話にない。そんなことないですよ。10周年どれだけ手厚く言われたか。どんなことだったんですか、10周年。ね、うん、10周年。お揃いの時計買おうって言って、時計一緒に買って、わ、祝って一緒に。あの、ロレックスがこんなにすごい人気っていうの知らなくて、まさかのロレックスマラソンを走らされるっていうね、3店舗ぐらい。あ、買いたくて買えなくて。そう、お揃いのロレックスを買いたいって。ああ、よし、行って、ロレックスくださいって言ったら。言ったらない。ねえよ。で、で、初めてロレックスが、その、出回ってないことっていうか。お店開いてるくせに時計置いてない店舗なんてあるわけないだろうと普通思いますよね。思います、思います。強盗に入られたって思ってた。そう。時計ないっすよ。え、じゃあ何やなみたいな。でも店員さん5人ぐらい立ってますから。わけわかんない。何なんですかね、あれね。まあ、転売防止なんでしょうけど。あ、転売しそうな顔してるから。いや、誰がなんですか。こんなに YouTube やってる転売屋いるんですか。それで、まあ、祝ったりしてるんで、頑張ってるはずなんですけどね。なかなか、でもまあ、似た感じではあるかもしれないですね。そこから結婚してという。結婚した。じゃあ、前半戦終了ってことで。ありがとうございました。いやいや、淡々とやめてください。でもなんかその、ひろゆきさんらしいところもありつつ、なんか意外な側面もちょっと見えてきて、どうですか、萌えさん、今、ちょっと今までのその、流れ聞いてて。いや、なんか気になったのが、うん、なんか清掃をあまりしないっておっしゃってたじゃないですか。うん、だからもしかして今日結婚式ぶりぐらいの、タキシードなのかな。なんか友達の結婚式とか一緒にいたことあったっけ？ヒゲさん。あ、じゃあそれ以来だ。友達の結婚式以来ですね。3年ぶりぐらいとかです。へー。その時はちゃんとした格好は。でもなんか、こう、これよりもうちょっとカジュアルだったね。なんかあの、昔若い頃に買った、あ、違う、あれなんかもらったスーツだ。もらったスーツ着てた。お互いに独特の距離感ですよね。共演 NG なんで。共演 NG。でも、ここでまさかの共演してるわけですから。うん、でも、めんどくさくないですか共演、夫婦共演。ちょっとね、家の感じをこう、持ってきちゃわないかな、みたいなところ。家の感じを持ってきちゃうとちょっと変わるんですかなんかちょっと違うよ、ね。本当、うん、どうこんな饒舌じゃないですし、家だともっとぼーっとしてますし。そうでしょ。ぬぼーっとしてるんですよ。まあでも家で喋んないっすよね、普通。すっごいぬぼーっとしてます。やっぱそうですか。もう、相づちが、ふは、むは、むこすとかしか言わないんですよ。文章喋ることまずないっす、家で。ないですよ、ね。似てるんですかね、私とひろゆきさんってどっか。
どうなんですかね。違う。似てる部分もあるかもしれないし、うんうん、全然違うと言ったら全然違う、うん。あの、二人で対談したりもしたじゃないですか。はいはい。あの時どういう印象なんですか、このひろゆき。いや、だからなんか、話してる限り、普通の真っ当な人だと思ったんで、うん、相手中田さん選ぶのはおかしいぞと思って。なんですか。なんで離婚しないんですかって聞かれる。ひろゆきさんって、私のことはどう思ってるんですか。なんかおかしな人間だと思ってます。若干。そうなんだ。でもなんかそうだよな、でも。言うても僕は普通に会社系組織人側なので、うん、だそうするとやっぱ、あ、ぶっちぎりますそこみたいな。ああ、組織をね。はい。私が。はい。でも組織人、には見えないですけどね、ひろゆきさんも。あ、だからその、こういうカメラの前で、そのなんか、タレント業的な時は別にやりますけど、僕、裏では普通に会社経営を細々とやる中小企業のおじさんなので。あ、そうなんだ。常識的なムーブを取るよと。あ、まあ、なので、僕、普通に常識的なことをやりつつ、カメラの前では無理して頑張ってる。そうなんだ。無理じゃないよね。無理ではないですよね。そういう人ですもんね。その水を得た魚みたいなムーブが私が横にいるとできなくなってしまうので、うん、共演したくない。うん、あ、そうなんだ。なんでできなくなるんですか？家庭でも見ちゃうじゃないですか、うん、その、萌えさんわかると思うんですけど、うん、その家庭の中田さんとその外の中田さん両方見ていると、うん、そこでなんかちょっとした矛盾とかあるじゃないですか。行動だったり、その発言だったりとかで、うん、いや、できてないよね、みたいなのが、うん、もうすごい、その20年分持ってるので、うん、なんかちょっとポロッと言いたくなっちゃうんですよ。うん、でそうすると、その、多分、フランスの配信部屋では、うん、それこそ論破王として無双状態で、うん、もうすごく気持ちよく来たコメントに対してバン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 答えてるのに、うんうん、いや、違わないみたいなことを私がもう時々ガチャッと、うん、多分、うんうん、言ってしまうので、それが少し。いや、でも本当掃除好きなんですよ。好きじゃねえよ。出た生で見れた生で見れただってルンバいるのに掃除機かけるんですよ、手で。いや、でも好きじゃなくてね、やってるんですよね、一生懸命。うん、か例えば、その配信部屋で、その配信してる時に、うん、鼻かんだティッシュをどんどん床に捨てるんですよ。いや、ちょっと待ってください。そんな人、どこが常識人なんですか？それで、まだ終わってない、私の話。まあ、かさんなんだ。そう、それで、ゴミ箱真横にあるのに、うん、そこで、こう、噛んですぐパッて捨てて、うん、で、それがもうなんかその、配信に集中したいから、うん、配信の間は捨てないんだったらわかるんですけど、うんうんうん、それで終わった後に、ああ、終わったって言って、窓も開けずにシャッター閉め切って、うん、ビールの酒の匂いが充満して、ティッシュが散らばった状態で、うん、終わりって出てきて、本当に終わりなんですよ。片付けない？片付けないんです。あら。で、それをルンバは拾えないじゃないですか。ティッシュはね。ティッシュはね。ティッシュ拾い機能がついてるルンバーがうちにあるのって聞いたら、うん、なんか逃げるんですよ。あら、うん。どこのボタンを押すとティッシュを拾ってくれるのって教えてって優しく言ってもなんか、ちょっと忙しいからわからないって聞いてくれるんですよ。なんですかこのティッシュを捨てれない男っていう話。いや、別にすぐやらないだけで必要な時はやるんで、やらなきゃいけないっていう、その、タイミングのズレがあるんですよね、うんうん。例えばその洗い物とかでもう1時間経ったらなんかぬめりがつくから洗わなきゃダメじゃんって思う人もいれば、うん、次の日でもいいじゃんっていうタイプの人がいるじゃないですか。なるほどね。別にすぐやる必要ないよね。だ次の日も捨てないんですよ。ほら、まだ追い込まれてる。うん、だ別に次の日でも困んないなと。全然論破できてないじゃないですか。全然防戦一方ですよ。全然。ずーっと、僕は困んないからってずっと言ってるんですよ。あれ、でも綺麗好きそうですけどね。なんかよくアベマとかでは、うん、なんか、私ちょっとこれ個人的に腹が立ってるんですけど、はい、アベマでなんか定期的に掃除特集みたいなのが組まれてて、うん、なんかそれが結構ひろゆきくん MC の日が多くて、はいはい、すごい腹立たしいんですけども。掃除全然してないじゃん。掃除全然しない男が掃除についてなんかひろゆきさんどうですかって一番最初にコメントを振られるから、うん、キーってちょっと思うんですけど。やっぱそこずっと思ってるんだ。うん、清潔感。その時もなんかその清潔感とか、うん、その、ちょっと自分は、うん、綺麗好きであるみたいなちょっとアピールをするんですよ。うんうんうん、
でも全然ね、ティッシュは。綺麗好きアピールはしてなくて、うん、清潔感が大事で、清潔であることは大して大事だよね。あ、なんか最近そうやって素直になってきたよね。うん、イメージが大事だと。いや、清潔そうに見える清潔感は人は好むけど、うん、確かに本当に清潔かどうかって別に分からないじゃないですか。確かめようがない、うん。でもちょっと前までは清潔でさえあれば別にそんなになんかその細かくはこだわらないで終わってたんですよ。なるほど。で、それが最近は実際は清潔かどうかは大した問題ではないに変わったんですよ。はい、すり替わった。はい。これなんでですか？やっぱフランスいると3日に1回ぐらいしか風呂入んないじゃないですか。入る。そうなんですか、はい、そんなことないです。フランスの文化じゃないですよね。そんなことない。毎日入りますよね。なんかその。毎日は入らないでしょ、フランスの人は。浴槽に、そのお風呂に毎日浸かるっていう感じではないです。うん、なぜかというと、水が硬水なので、うん、ああ、そうなんだ。多分毎日入ってるとちょっとなんか乾燥しちゃったりとか、その硬水のシャワーで頭を洗っていると髪がちょっとキシキシしちゃうとか、そういう部分はあるから、例えばその髪を洗うっていうのが1日おきだったりとかっていうことはあるんですよ。だけど、3日間入らないはあんま聞いたことがないです。あるある。誰？例えば。フランス人。大体フランス人。大体フランス人入らない。家事の話に なると、はい、でもひろゆきさん料理とかはするんですか？まあ。一応します、ね。なんかそんなイメージありますよね。うん。そこすごい。まあ、でも一人暮らしもともとしてる人って普通料理しません？うん、私がしない。そうか、中田ガールズにやらせてた。中田ガールズって言い方やめてくださいよ。そんな存在が。存在がいて初めて聞きました。いや、初めて聞いた。あるものとして進めないで。怖いんだから。単純に苦手でとかやる習慣がなくて。作ることはできるんですか、でも一応。まあ、やろうと思えば何かしかはやるんでしょう。餃子をなんか作るって言って、うん、皮から作るって言って。またハードルの高いことを。それで、こねて5時間。ですよね。はい、無意味だね。はあ、はい、すごい男の料理っぽいですね。あとチャーシュー茹でるって言って、ね。チャーシュー。なんかすごい凝ってる。はいはいはい。時間の二郎のチャーシューを作りたくて。はいはい、そう。で、大掃除が終わった、大晦日のキッチンで、チャーシューを作り出して、はい、その後油ギトギトになって。なんで大晦日にチャーシュー作るの？いや、わかんない。覚えてない。なんかテンション上がっちゃったんですよ。多分年末。でもなんかこう、家次郎っていう言葉を知って、家でも作れるんだみたいなので、じゃあその、ラーメン次郎嫌がるんですよ、行くの。え、なんで？二人で初めて三田本店行った時に、私はもうその結構好きで食べて欲しかったんですけど、いろいろ食べた後、感想聞いたら、二度と行かないって言われたので、量が多かった？量が多かったり、あとなんかお店の雰囲気とか。うんうん、まあ、早く食え的な空気感。そうそうそう、ちょっとそう、フードファイター的な空気感とか。あと、まあ、横浜だったんで。あ、家系だろと。そう、家系。二郎とかバッタモンだよね、うん、みたいな。そう、家系にこう、どっちかっていうと系統してたから、そうそう、二郎系にはあんまハマんなかったっ。全然食いつかれなかったので、ちょっと家二郎しかないかな。じゃあ、家でゆっくり二郎を食わせれば。そう。ああ、でも、なんで食べさせてあげたいという思いのもとだった。自分が食べなかった。自分が食べなかった。ただ。だから、あんま料理とかできなかったんですけど。で、料理なさるんですもんね。まあでも、一人暮らしをしてたのもあるし、あと、家出るのが本当僕嫌いなんで。うん。だから、家の食材を使って何か食べ物を作れば、家出なくて済むじゃないですか。極力家出ないように。美味しいですか？ひろきさん。美味しいものも。美味しいものも、不思議なものも。へぇー。冷蔵庫にある食材を何とかするなので、もう食材足りないときはもうどうにもならんと思います。フランスだと日本料理とか手に入りやすい。あ、普通にカレー粉とか、うんうん、買えます。うん、僕日本食作ることあんまないです。あ、うん、なんか野菜焼いたり肉焼いたりとか、名前のない料理を。最近なんかそのステーキを、ここ数年焼くことにこだわっていて、うん、で、低温調理器ってあるんですけれども、はい、それで、その5時間とか6時間とか低温調理をして、うん、で、仕上げだけ、その鉄のフライパンで表面をジューッと焼いて、ステーキを作るっていうのにちょっと凝ってます。はい、確かになんか、著書とか読ませてもらうと、外でなんかご飯食べに行くより、いい肉を買って家で丁寧に焼いた方が絶対にコスパがいいみたいな。はい。言ってましたもんね。日本だと、確か2年超えた肉輸入できないんですよね。
2年超えた肉。牛が。なので、あの、子牛とか若いのは入乳できるんですけど、ね、うん。で、そのヨーロッパとかで美味しいって言われてるので、その13年育てましたみたいな肉とかあるんですよ。うん、まあ、めちゃくちゃでかくなるんですけど、はい。で、やっぱりその若い肉って噛んでもそんなに味がしないので、うん、で、その年々、その、まあ長い間できてる方が割とその赤身の肉感が結構強かったりするので、はいはい、なのでそういう肉を、僕はあの、和風な味付けで食べたいんですよ。なんかその、あっちの、なんか塩だけですとか、なんかこってりソースですっていうよりは、あの、ご飯に合う形で食べたいんですよね。なので、そうすると、なんか和風の蕎麦つゆベースとかで、ステーキでご飯でっていう方が、僕は美味しいなと思うので、なので、そうすると自分家で焼いた方が、割と美味しく食べれるっていう。はぁ。なんかその、肉焼く、魚焼く、名もなき料理を作ってるっておっしゃってましたけど、なんかレシピをアプリで調べたりとか、そういうネットで見てたり、見て作ったりとかっていうことでもない。なんか冷蔵庫を見て、まあこれだったらこうかなみたいな。ふわっと。あ、本当に独創的に作る。あ、だから多分世間の主婦と一緒だと思いますよ。ああ。それなんかこの料理を作ろうって言って毎回スーパーとか行かないじゃないですか。うん、まあ初日行って、で何日か経つと家の中の食材を見て、じゃあこれとこれがあるからこうしようとかっていう感じで、うん、でまあなんか足りないけどまあいっかみたいな。ゆかさんとの分担みたいなの決めてるんですか？あの、夕飯を1日交代で作ってます。へえ、あ、しっかり決まってるんだ。なんかその気づいた方がやるっていうのとか、うん、手が空いてる方がやるっていうのをずっといたんですけれども、はい、そうすると気づくのと手が空いてるのが私が先になるので、うん、なんか一日交代にしちゃった方がいいんじゃないっていうことで。僕食わないんですよね。え？そのなんか自分一人で暮らしてる時とかもなんか面白い楽しいとかでゲーム超やってるとかだと、はい、あのご飯食わないっていうことが結構あったりするので、一日一食ドカンと例えばもうパスタ 500g 一袋入れて全部食べるみたいな感じの、それで満足みたいな感じで、私はどちらかというと朝昼晩少しずつ食べたいという方なので、そうするとどうしても私の方が先にお腹が空いちゃう。なるほど。だから勝手に作って勝手に食えばいいのね。でも勝手に作って勝手に食べるでもいいんですけど、そうすると食べに来るんですよ。うん。なんかあるなら食う。だからなんかね、結構暴君なの。暴君。ティッシュ捨てっぱなしですしね。ティッシュは捨てないし、なんか勝手に食べればいいじゃないって今言ってるけど、うん、私が食べてると奪っていく。うん、あるなら食べる。あるで食べたいですよね。ないならしょうがない。ない。は。あの、うん、なんかね、お二人せっかく聞きたいなと思ったのが、うん、フランスに今お住まいじゃないですか、うんうん、でフランスに住むようになったきっかけとか、うん、そのあたりを聞きたいな。まあね、いや、もともとなんかいずれ移住しようかみたいな話をしていて、うんうん、で二人ともそのIT の仕事だったので、インターネットさえ繋がってれば、はい、まあ、どこでもいいよね、みたいなので、うん、その中から候補を選んでいたときに、最初私の頭にあったのは、なんか、アメリカだったんです。そうですよね。なんか、アメリカ安牌みたいな感じ、うん。で、どこの国は嫌だっていうふうに聞いたら、うん、学生の頃にアメリカに留学してたから、うん、アメリカはもう目新しさがないから、アメリカ以外がいいって言われて、私の第一希望消えてしまって、うん、え、じゃあどうしようって思った時に、次にカナダもいいなって思ったんですね。うん、で、カナダにするって聞こうと思ったんですけど、なんかその前に、え、でもカナダも英語圏だし、うん、なんか割とアメリカに似てるなっていうふうになんか考えちゃって、うん、だけどカナダがいいっていうふうに言ったら、どこがいいの君はって聞いてきてくれたから、そういう時ってあんまり私の希望を否定しないんですよ、はいはい、で私がカナダがいいって言ったらカナダでいいんじゃないって言っちゃうなって思って、なんか変に気を利かせて、じゃあカナダもない、じゃあそれ以外どこだろうどこだろうって考えた時に、フランスなんてどうって言ったら、うん、あ、フランスいいねって言って、それでフランスに決まったんです。あ、じゃあゆかさん発信なんですね。そうです。フランスなんてどう。そうです、うんうんうん、でそのまま移住したんですけれども、そこから2、3年経った時に、うん、フランスで仲良くなったお友達のお家でお食事食べてた時に、そういえばどうしてフランスに移住したのって同じように聞かれたんですよ。うん、でそれで彼が、いや、彼女がフランスがいいって言ったからって、僕は本当はカナダが良かったんですけど、ねって言ったんですよ。そうだったんだ。で、それで、
え、カナダ行きたかったのって思って、私も行きたかったんだけどって言ったら、え、なんで言わなかったのって言われて。確かに。あ、私あの時言わなかったって、うん、その時思ったんですよ。うんうんうん、でもまあ、まあそれで、結局ね、本当はお互いカナダに住みたかったけど、うん、フランスに住んじゃって、まあでもそれでも実際住んでみてそれなりに楽しいから、うん、まあいいか、不思議な話これ。でもなんか、あれ、フランスってフランス語じゃないですか。そういう壁ってなかったですか？いや、私の中にはあったんですけど、うん、その英語が目新しくないって言われたから、じゃあ英語以外って、なんかもうスペイン語とかフランス語とかなんかポルトガル語とかなんか私の中で全部もう全く知らない言葉なので全部一緒だったから、うんうん、確かにじゃあなんかヨーロッパでいろんな他の国にも移動できるしフランスでいいかなと普通というか、まあ、英語圏で探しますよね、はい、で英語が目新しくないっていうのを言った覚えはあるんですかそれも覚えないんですよ。そう言ってました。あ、そうなんだ。アメリカは留学したから目新しくないなっていうのは分かるんですけど、まあ、英語圏もちょっとなっていうふうにゆうかさんには伝わってたんだ。多分その英語圏が嫌だとはいう言い方してなかったんですアメリカが飽きたって、うん、アメリカはもうそんなに新しくないから嫌だって言われて、っていうことは似たような感じのカナダも、私カナダ実際よく知らないので、多分違う部分もいっぱいあるかもしれないんですけど、知らないから、多分同じような感じなんじゃないかな。だったら彼には退屈なんじゃないかなって思ってしまったんです。そこはだからゆかさんの思い込みというか。思い込みなんだから聞けばよかった。聞けばよかったの、カナダでいい、うん、いいね。で、カナダのパターンもあったわけだ。あったんです。まあ、トロントとかのフランス語圏だったりするので、なのでこうフランス語でありつつ、でも割とニューヨークとか行こうと思ったらすぐ行けるし、うんうん、で、カナダとアメリカってそこまで国境が厳しくないので、うんうん、行き帰り楽なんですよね。うん、なので、まあ、カナダは全然ありかなと思ったら、うん、フランスっていうか、あ、そうっすか。フランスがいいんだと思ってたんだよね。まあ、とはいえ、僕ずっと家にいるだけなんで、どこでも変わんないんですけど。あんま変わんない。確かに。フランスも何年目ですか？もう、今年で9年。長い。はい、9年長いですよ。2015年から。これも、変な話、ずっともう、一生終えるまでフランスにいそうだなっていう雰囲気ですか？それとも違うとこ行きそうだなっていう雰囲気ですか？特に何も決めてない。そこまで最初からフランスに思い入れがないので、はい。ただまあ別に移動するのもめんどくせえなぐらいで、なんかここ超行きたいってやったら、じゃあそうするって多分なると思うんですけど。ゆかさんがじゃあある一つでも、やっぱ私カナダ行きたいなってなったら行く可能性全然ある。うん、なので、もともとその日本秋田があるんですよ。うん、まあ、40歳ぐらいまで日本住んでてってもらって、うん、で、海外旅行割と好きで、その前からだいたい1年の3分の1ぐらいは海外旅行するみたいな状況だったんですよね。うん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 、で、フランス住んでみると、ドア開けると海外旅行じゃないですか。確かに。海外旅行行きたい欲が急激に下がるんですよ。おー。なので、なんかもうどっか行きたい欲っていうのがどんどん下がってて、うんうんうん、なので別に家で幸せ。確かに、とはいえ旅行は結構してるんですけど、なんか車で結構いろんなところを回れるのがすごいいいなと思っていて、うんうんうん、なんかね、まあ、なんかドイツだったりベルギーだったりスイスだったりとか、うん、車で行けるんで、はい、ヨーロッパは陸続きでいろんなとこ行けるから、うん、それがすごい楽しいんですか？で、それで2週間ぐらいかけてぐるっと回って帰ってきてみたいな感じで旅行ができるから、いいな、うん、とか思いつきで行った方向に行って、うん、で別にまあどこでも入れるし、うん、ホテルもあるしっていうので、最初の5日間ぐらいしか旅程決めないんです。へー。そっから先じゃあどこ回るみたいな感じで毎回決めて、うん、あ、いい、うん、ふらふらと、はい、で特に夏とかすごい猛暑の日とかあるじゃないですか、うん、そうするともう Google で天気を見て、あ、ここちょっと天気気温低いからこっち行かないとか、ここのホテルプールあるからプールある方にしようとか、そういう感じで決めてます。なんか気ままな生活をしてそうなイメージと、あといっぱい仕事してるイメージと両方あるんですけど、忙しいんですか、このご夫婦お二人とも。多分、忙しいイメージは、だから働いてるシーンだけ見てるからで、うん、でも実際と、例えばテレビの収録ですって行くと、うん、なんか1時間前ぐらいに入って打ち合わせがあって、で、まあ衣装さんいてとかでやって、で、収録がなんかじゃあ1時間半ですって言って、で、そこでなんか1時間半を撮るためには、なんかそれなりに時間かかるじゃないですか。うん、
で、終わった後もなんかスタッフさんと話をして、で、じゃあお疲れ様でしたってタクシーで移動してとかでやると、やっぱ半日ぐらいかかっちゃうんですけど、かかる。僕全部リモートなんで、うん、家起きた、まあ僕が寝てる部屋があそこの配信部屋なんですけど、うん、起きてパソコンの電源入れて1時間半喋ったら、はい、お疲れ様ですって終わりなんですよ。うんうん、カットできてますよね、かなり。なので、割と時間効率がすごく良いので。そっか、フルリモートで、いろいろ出演するってコスパがいいですね、うん、じゃあそう考えれば。その移動時間とか一切いらなくなるので。でもなんか打ち合わせすごいたくさんしてこようとしません？いや、打ち合わせいらないタイプだなっていうのはもう大体わかってるので、相手の発注者も。ああ、なるほど。あと打ち合わせには基本的にブッチするっていう。行かない。要は繋がなければもう連絡取れないじゃないですか。はいはいはい。だから本番ちょっと前に繋いで、あ、お疲れ様ですって言うともうやらざるを得ないじゃないですか、それは。ああ、じゃあもう完全にもう自分軸に合わせれるように、ちょっとカスタマイズしてるんですね。は。はあ、でもたくさんやってませんそんなことないですよ。そんなに言ってないですよ。今そう。あ、でもその、例えば旅行先とかで、うん、じゃあ今日は、ちょっと1時間半とか2時間ぐらい一本配信が入ってるとかはありますけど、うん、でもそれが終わったらもうフリーになっちゃうので。おー。じゃあかなり、悠々自適というか。うん、まあ、忙しいといえば忙しいけど、うん、ただその、だから旅行とか何かができないっていうわけでもあまりないです。うん、あ、そうなんだ。結構理想的じゃないですか。うん、ね。でもワーカホリック中田さんはもう働かなくてもいいのになんでそんな働いてるんですか？だからもうやめようかなと思ってるんですよ。人生を。人生を。え、人生じゃないですか。なんで急にグッていかなきゃいけないの？だから仕事をいつどうやって辞めればいいんだろうと思って、冷静に考えたらもういいかって。辞めたいです。人前で喋りたいとか、うん、人と関わりたいとか、なんか誰かの役に立ちたいあるんですけど、うん、なんか嫌なことをやること、必要はもうないというか、うん、無理してお金を稼ぐ必要がないのかなと思うので、うん、すごいこう、ひろゆきさんのライフスタイルに、なんか、こう興味があります。でもなんか、オンラインサロン的なのってメンバーずっといるから、それの人たちに対してサービスをし続けなければいけないという義務が発生するじゃないですか。うんうんうん、3ヶ月間音信不通になりますっていうのができないじゃないですか。ああ。でも僕、その、オンラインサロンに向けてなんか喋るのは全く苦じゃないんですよ。何のサービスだとも思ってないんですよ。むしろその聞いてくれてるって思ってる。多分その、1ヶ月とかに音信不通になれるという自由が欲しいかどうかですかね。ああ、なるほど。結構音信不通になるタイプなんですか？僕なんかじゃあアフリカ1ヶ月行けますとか、音信不通です、うん。一切他の仕事できませんとかでも、うん、まあそういうやつだよねってみんな納得してもらえるので。ああ。ゆかさんは納得されるんですか？アフリカ行きます。そこだよね。アフリカは、別にアフリカに行くこと自体は別にいいんですよ。で、1ヶ月行くこともいいんですけれども、行くことすら黙ってたんですよ。え？あ、これ怒られるぞ。これは怒られる。それで怒ったっていうのが。あ、やっぱ怒られました？それはでも単にそのアフリカに行くこととか、その長期でロケに行くことを怒っているのではなく、うん、こういうのがあるよっていう報告連絡相談をしなかったことに対して私は怒ってるんですけど、なぜかそれをなんか嫁が怒ってっていうふうになんかネタにするので、うん、世間からその嫁ブロックがあるみたいな感じで、うん、私悪いんじゃないかみたいに持ってこられるのがすごくなんか迷惑で嫌だなって思ってるんです。うん、なるほどね。うん、その仕事自体をブロックしてんじゃないかと。そう。言えばいいじゃんっていうことなんですよ。うん、確かに。普通に一言言ってよねっていう話なんですけど、なんか言わないで、うん、怒られた、怒られたっていろんなところで触れ回ってるんです。なんでそんな風に？いや、ロケに行くかもしれません。うん、なので、ワクチンを打ちます。はい、黄熱病とか。うん、この情報で分かる人は分かるんですよ。言ってないんですよ。分からない。分かんない。分かる人は分かるんですよ。嘘ついたんですけど。ワクチン言ったよ、うん。ロケに行くかもしれないって言ってないんですよ、あなたは。ああ。ワクチンを受けるとしか言ってない。ある日突然、うん、黄熱病のワクチンを打ったって言われたんですよ。だから、あ、そうなんだ。情報量としては十分。なんでって聞いたら、なんかアフリカに行く話があってまでは言いました、確かに。だけど、それがいつなのかとか、うん、その話っていうのが、うん、その、本当に話ベースなのか、うん、企画として実際進行してるのかみたいなことは一切言ってないから、うん、なんかそれを、そこまで言ったらわかるでしょって言うから、いや、わかんないよっていう。なるほど。
そのひろゆきさん的にはもう言ってるつもり？まあ、黄熱病のワクチンを打つイコールアフリカロケだろうなっていうのは、まあまあ、調べればわかるんですよ。いや、わかんないでしょ。調べる必要ないでしょ、だって。ははーんじゃないでしょ。そうそう。アフリカ行くな、この人とは思わないです。思わない、思わない。でもまあ、その、言いづらい何かがあったんですよね。まあその日程がどうなるかも結構わかんなかったんですよ。まあそのビザの関係だったり政情不安の問題もあって、どこの国から入ってどう行くっていうのも全然直線まで決まらなくて。で、実際そのルートも僕アフリカ入ってから決まったんですよ。っていう状況なので、そのいつだよというのがまだ決まってないからこれは言う必要ないかなみたいな。確定してから言いたいかなっていうね。とはいえ、ただちょっと、その突然言うと、その感情的になるだろうから、ちゃんとヒントを出しといて。その感情的になるからっていう言い方やめようよ。感情的になる。確かにね。単に、別に一言言いなよねっていう話だからね。そうですよね。まあ、一応情報は出したかな。単純にでも、止められたり怒られたりするの怖いなっていうので、言いそびれちゃうときありますよね。そういうのないんですか？言いそびれとか。言いそびれ、どうですか？言いそびれ、どうだろう。この裏のターン。まあ、なんか、男の人って、こう、うん、なんだろう。全部細かく言わないじゃないですか。うん、この後飲みに行くよとか。うん、だからそういうのがない、連絡がないので、この間ちょっと言い合いになったりはしました。はあ、しっかり怒られてます。私もなんか URL しか送ってこないんですよ。それがなんかどういう意図なのかっていう、なんかよくわからない記事とかが送られてきて、何が言いたいのかなっていう。で何が言いたいのって言って何も言わないんですよ。わかるだろって。なんかしっかりめに言うとなんかこう止められたり怒られたりしたら嫌だなとかっていう気持ちってありません？そういうことじゃないですか。どうなんですかね。まあ、もともと家では僕あんま喋らないので、うん、多分その URL 送るのと、そのコメントがつかないは喋らないの延長線だと思うんだよね。何言ってるかよくかちょっとごめん、今何言ってるかよくわかんない。全然今日論破できてないですよ。ずーっと。今朝もアナのニュースを送ったんですけど、はい、羽田空港がまだ200機、国内便飛んでませんよっていうのの言われを送ったんですけど、あれは7日にフランスに帰る便も影響を受けるかもしれないよっていうのはわかるでしょっていう意味で URL だけ送ったんですよ。私、その前に発着情報を調べてて、うん、フライト番号を調べてるから、今、現時点では飛ぶことになってるから、あんまり何も感じなかったよ。一応ヒントを出してるんですね。はい、常にヒント出しなんだ。ちなみにその飲み会に行かなかった理由、行くっていうのを伝えなかった理由は？あ、そう、なんかどっかで出かけるとかね。伝えなかった理由。なんですかね。時間が空いたから、じゃあその間、じゃあ飲みに行ってくるわ、みたいな。ああ、で、その、萌えさんと家族が帰ってくる時間に合わせて帰ってくるんだから、そこの何をするかは報告いらないっしょ、みたいな。あ、中間のね。はいはいはい、はい。締め切り、いるべき時にはいるから、うん、間フラッと黙って行って、いるべき時にいたらバレないのになんでバレたんですか？え？なんだろう？じゃあ1時間後に帰るね、みたいな感じだったから、うん、その1時間何してるの？みたいな感じで、言って、うんうんうん、聞かれたのかな？そう。それなんでそういうの細かく言わないの？みたいな感じ。聞かれるんだ。聞かれるんです。私聞かないの。まあ、お互いになんか夕方帰るとかなんか、なんか適当だよね。なんか、どこに行くとか何時に帰るかあんまりなくて。なんかご飯食べるんだったら。私は言うよ。誰々と、会ってくるねとかご飯行くねとか言う。うんうん、私は言いますけど、うん、ただこの人にはできないってことはもう分かってるので、うんうん、なんかできないことを詰めてると、だんだんそこにいくら正当性があっても私がいじめてるみたいになるから、あんまり聞かないようにしてるってだけなんです。うんね、いじめられる側。いじめられる。まあ、言ったりしたいですよね。言ったりしたいですよねってわけのわかんない。なるほどだ。でも、萌さんとかは、だってやっぱお子様もね、うん、今回3人目が生まれました。そうなんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。だから3人いらっしゃると、やっぱり、なんか1人だとね、そう、大変ですし。だって物理的にジャグリング状態っていうか、1人は浮いてる状態。今日だから手は2本しかないし、本当のジャグリングみたいだって。だから
ね、そこに一人手が加わってくれたらそれはありがたい、うんね。やっぱりなんか報告連絡相談してほしいとかってありますよね。本当にあります、あります。それはなんか空いてる1時間で、その元中田ガールズのとこ行ってるんじゃないかみたいな。何なんですか、元中田ガールズ。ファンはいないし、ガールズいるし。なんか悪いことしてんじゃないかって。っていう感じの思惑もあるんですか、うん、いや、だから単純に日本に来るとすごいこう、スケジュールが詰め詰めになって、忙しくなって、うんで、なんかもう、私と子供たちはもうホテルにどっか押し込めとけ、みたいな感じになって、うん、でそれで、まあ本人はこう自由っていうか、その、楽しくやってるっていうイメージがあるから。イメージがね。やってるわけじゃないですよ、うん。そうなんじゃないのかって。そうそう。うん、だからそう、まあ忙しくしすぎないでねっていう感じ。そう、だからもう本当、まあ出産があったので、うん、まあすごいこう、ちょっとピリッとはしてましたよね。うんうん、ピリッとはしてました。してるのに謎の時間をあえて作って。謎の時間じゃないですよ。普通に。だって、シンガポール一歩も出歩かないんですよ、私。あ、そうなんですか？はい、全然。で、日本でね。うん。中田さんってどのくらいの頻度でそのシンガポール、日本で行きされてるんですか？どのくらいの頻度なんだろう。基本的に子供たちの休み、うん、学校の休みが年に4回あって、はい、そこに合わせてっていう感じではある。そう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 。じゃあ仕事が理由で日本に来るはないんですか？1、2回。この人毎月1回必ず帰って。あ、必ずでもないですけど。うん、ほぼ必ず。あ、コロナも終わったし。うん、で、帰って、で、かつそういうアフリカみたいなので1ヶ月いないみたいな。あ、じゃあ、うん、かなり自由にやってるじゃないですか。だいたいいないよね。は。大丈夫。あ、それでも全然怒らずというか、ちょっと出かけすぎじゃないみたいな。できた子や。いや、なんか多分怒っても逃げる。ああ、私、ひろきさんぐらいのスケジュールだったらやっぱ怒りますよね。いや、わかんない。まあ、辛くなっちゃいません多分、うん、その物理的に。あ、そう。一人で、多分、そうですよ、ね。萌さんもお仕事があるし、で、お仕事がある状態で、育児もあって、うん、家事もしていてっていう風になっちゃうと、うん、その怒る動向じゃなくって、しんどいですよね。キャパオーバーになっちゃう気がしますね。ほら。アフリカとか行ってるから、うん、キャパオーバーになってるんですよね、ゆかさんもね。僕だけ今滑られる。そうですね。なんかその、アフリカに行くと、うん、その、他の仕事が入れられなくなるじゃないですか。うんうんうん、で、その、アベマで週に1回 MC を持ってるから、それだけはそのロケをこなしながらやり続けているんですけど、なんかそれ以外の仕事は、断るみたいな感じで。で、そうすると、なんかその、時々なんですけど、うん、その、それ以外で出れない、ひろゆきさんが出れないから、なんか奥さん代わりに出てくださいみたいな感じで、なんかそういう不思議な変化球がたまに来るっていう。へー。で、これは便利だ。そう。で、なんか全然、コミュニティラジオの、なんか、MC とかやってるんですけど、うん、そこにいきなりゲストとして呼ばれて、で、私、なんかそのラジオとかを、やってるんだよっていう、どういうことをやってるんだよって言わない人なので、うん、全く知らない状態でいきなり来て、どうすればいいのみたいな感じで。そういうことまでやってるんですね。はい、で、なんか3時間ぐらい喋っちゃうみたいな。でも、まあ、その、負担ではないというか。まあ。ありはある。まあ喋るだけですからね。いやー、すごいな。でも怒って治ると思います？大きいボール来たあれあ、でもなんか改善してくれてますね。うん、割とじゃあ改善はしている。改善は。治らないと思ったでしょ。はい。え、ちゃんと治すんだ。治しますよ、私だって。へぇその、この人が言ったら従うけど、この人はブッチするみたいな感じで人で分けてる、はい、ちょっと待ってください。何の話なんですか違うんですよ。だから俺、いろいろこうした方がいいよっていう、はい、なんか、業界の先輩とかのアドバイスとかをぶっちぎってきたわけじゃないですか。いやー、まあ。え、でも、どうです？それ、どうなんですかね。いや、でももうね、言っちゃった後だから、腹水盆に帰らずで、はい、もう、はい、ぶちまけちゃった後っていう。まあね。うんうん、ことが多いです。ことが多い腹水盆に帰らないことが多いらしいです。はい、今私横で聞きながらずっとお前もな、お前もなっていうことが。ほらほらひろゆきさんほら生配信だからね、危険がいっぱいありますよね。そうですよ。いや、なんか思ったこと言っちゃった結果、すごい、X とかでいろんなところに喧嘩売ってたりとかしてたから。ほら
同じじゃないですか。でもなんかその喧嘩を打った自覚すらなくって、うん、なんか僕何にも揉めてないよって言ってるんですよ。ほら。あ、僕はもう揉めてない。僕も揉めてないじゃない。しょっちゅう揉めてますよ。でもどっかと。あんまりだからなんか皆さんが言ってらっしゃるほど揉めてないイメージなんですよ、ね。でもそしたら多分中田さんも何も起きてない。本当そうですよ。ほら、名前も出せない話あるじゃないですか。名前もボルテモードじゃないんだから。なぜ名前も出せない人の話あるじゃないですか。いや、ほんとね。90分経ちました。あ、はい、はい。ほう。すごい。所定の時間が過ぎまして、今日いろいろお話聞きましたけども、はい、萌さんどうでした？いや、なんか、すごく、二人ともこう、うん、空気感が似てるというか、似てるんだ。なんかこう、やっぱり20年選手にもなると、いろんなこう、経験と、うん、なんかこう、諦めと、そういう中に、いらっしゃるんだなと思って。確かに。はい。私たちもそうなりたいなっていうふうに。夫婦生活、じゃあ諦めたい。諦めないところは諦めないで、うん、でももう治らないことは治らないっていうふうに認めるっていうことも優しさなのかなと思いました。なるほど、なるほど。ちなみに中田さんのここ変えてほしいけど変わらんみたいな部分ってあるんですか？あ、私が妻にですか？ええ。つまりここ変えてほしいけど。うん。いや、ないですね。なんだろう、特に不満はないですね。これカメラ回ってるから？いや、そのカメラ回ってないところで思い出したら、3つぐらい出てくるかもしれないですけど、今のところライト浴びてるし、隣にいるし、頭の中真っ白ですよね。何にも思い浮かばないです。直してほしい。今言ってもいいこと何にもないですからね。何にもない。終わった後も一緒に帰るから、ね。そう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 。ここで不満とかやっぱ聞かれるじゃないですか、夫婦の話になると。あれ、なんでなんですかね。なんか、ここだけは嫌だっていうところありますかって。言われた後に一緒に帰んなきゃいけないじゃないですか。そう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 。だからあれね、面白いと思って聞くと思うんですけど、ないんですよ。全くない。全くない。その、妻は、その、ああだこうだ言っても、結局最終的には、その、中田と添い遂げたいって言ってくれてるんですよ。あ。いや、それ何ですか？いや、信じるとかじゃないですよ。いろんな溜まった恨みを最後にこう。違う違う違う。添い遂げたいってそんな恐ろしいことじゃないですよ。自然死ですよ。ああ。なんで、あなたを殺して私も死ぬみたいな。中野さんが多分先死ぬじゃないですか。死にます、死にます、死にます。そういう意味で、こう、死に顔を見て、うん。いや、死に顔を見て笑いたいとかじゃない。笑いたい。お互いに死ぬまで一緒にいたいって言ってくれてるから、それはすごい嬉しい言葉なんで。うん、まあ、いろいろあるけど一緒にいたいなっていうことですよね。今回伝説の夫婦、このフォーショットでお話聞きましたけど、まずちょっと優香さん感想を聞かせてもらっていいですか？どうでした今日、うん。こんな回になると思ってました？うん、まあ多分こういう展開になるだろうなと思っていて。はい。で、実際会って喋ってみて、いかがでしたでしょうか？うん、いや、普通に楽しかったです。あ、楽しかったですか？はい、楽しかったです。はい。もともとね、なんか妻とのご縁であれでしたけど。そうです、そうです。萌さんの出版記念で、うん、ツイッタースペースでご一緒させていただいて、話してるから、なんかその、初めましてなんですけれども、うん、あんまり初めましてな感じじゃないのと、あとなんか私、中田さん YouTube、何本か拝見させていただいているので、なんか、うん、中田さんも初めましてなのになんか、初めましてな感じがしないの不思議だなと思いながらお話しさせていただいてました。うん、あ、よかった。じゃあ、楽しんでいただいたという。はい、楽しかったです。よかった。ありがとうございます。ルーキさんも今日いかがでしたか？やっぱ萌えさんのその、おかしな部分は、やっぱりほとんど出さないから、こういう感じになってるんだろうなと思って。ああ、ね、どういうことだろう。なんか中田さん家に同棲してる時の掃除の話。うんうん、うん。はい、どうぞ。あ、何投げるの？自分で話しなよ。自分で喋る。詳細ちょっと忘れちゃったなと思って。一緒に住んでいて、うん、で、掃除をしないって中田さんが怒ってっていう話をして、うんうん、なんで中田さんは自分で掃除をしないんだろうなっていうふうに最初思ってたんですけど、うんうん、その掃除をしないっていうので、ちょっと、散らばってた荷物は実は萌さんのだったっていうオチをこの前聞いて、うん、あ、じゃあ、掃除をしてよっていう話は普通だったんだなっていうふうに合点が言ったんですけれども、うん、最初それを知らないで中田さんがその、
一緒に住み出した萌さんに掃除をしろって怒ってるっていう、うんうん、ちょっとしたなんかモラ状態の、うん、中田さんが萌さんに中田さんの部屋を掃除するべきだと言っているんですよ。うんうんうん、で、いや中田さんの家なんだからなんで中田さんが掃除しなきゃいけないのっていうので、うんうん、あ、その萌さんが掃除しなきゃいけないのっていうので、うん、あ、中田さんは割とこう、強気でいく、電子関白タイプなんだなと思って、うんうん、そういうエピソードとして受け止めていたんですよ。うん、で、ところが真実を聞いたら、うん、そこは萌えさんが中田さん家のスペースを勝手に使ってて、うん、その勝手に使ってるところぐらい自分で掃除したらって言っただけだったっていうのが、うん、うわ、怖っと思って。あ、でもね、それは、あの、この人が使ってるゴミ箱とかも片付けてって言ってたので、うん、含めて。はい。うんうんまた裏の裏になった。ちなみに今すっごい嬉しそうに喋ってるんですけど、私そんな意地悪な情報の出し方してないです。あ、そうだね。難しい。夫婦のコミュニケーション難しい。中田さんと結婚するぐらいだから、やっぱちょっといかれてないでしょ。難しいでしょ。なんかその荷物萌えさんのだったらしいよって話しただけなのに、はい、はあ、なんかね、中田さんと一緒にいるから絶対に萌えさんもちょっと変わったことがあるはずだったんだよ。今のでガテンがいったとかすっごい嬉しそうに言って、行かないな私は。なんかこれはめんどくさいことになったぞと思ってたんですけど、ひろゆきさん私のこと変人だと思いすぎてるんだよ。結婚する時点では添い遂げようはわかる、うん、はい、3人子供作ってシンガポール突然行くとか言い出して、うん、でほっぽらかしてる時点で、うん、ちょっと添い遂げるのきついかなって普通なるじゃないですか。アフリカが知ってる人に言われたくないですよ ね、 すよね。急にフランスに住んでアフリカに行ってとか一緒じゃないですか。なんで私だけを変人扱いするのか全くわからない。いや、今日はじゃあちょっと楽しんでいただいたということで、はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。もうありがとうございました。今日一日ね、たくさんお話聞かせていただきましたけども、はい、唐辛子のね、口移し、あそこちょっと分厚めに使って。ご自由にどうぞ。はい、ということで本日のゲストはひろゆきさんと西村ゆかさんご夫妻でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティプログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能、要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで、 AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために、 Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を活かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる、いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。